昨日、感染が確認されたのは郡山市で77人、いわき市で72人など合わせて304人です。感染者の数は4日ぶりに、前の週の同じ曜日を下回りました。入院は239人で、このうち重症は2人、病床の使用率は32.2%です。県はまもなく大型連休を迎え、 外出の機会も増えることから県民に改めて感染対策の徹底を呼びかけています。